ポだった苦しみや Well, ケイ君でございます。本日は2021年6月5日土曜日でございます。平常運転に戻りまして、ケイ熊川 is radio 第29回をお送りいたします。今お聞きいただいているのは、ケイ熊川が2020年にリリースいたしましたアルバムプライベートカセックスから、ルルをお届けしております。ね、近況を先週かな、オリオブラックホールの方へ行ってきまして、ケイ熊川初めての、書状生、少女で生、配信ライブというものを行ってまいりましたね。このルルっていう曲も、やらせてもらったんですけど、ありがとうございました。模様の方は、YouTube のブラックホール公式チャンネルの方にね、今も、アーカイブがちゃんと残っておるので、ご興味ある方はちょっと見てやってください。ザスケイ熊川でございます。皆様一週間お疲れ様でございました。なんかね、お酒でも飲みながらだらっと、していただけると幸いでございます。まずはアナウンスっすね。近況、まずね、ライブが1本、6月の19日、土曜日に予定をしておりました。これはですね、岡村ボタン主催、6.19 14th、今回14回目を迎えます。6.19 というライブイベントが、タイトルの通り本来であれば、今年2021年の6月19日土曜日に、こちらは福岡市、地名はね、これ中央区草がえになるんですかね、六本松からベフへ行く途中ですね、ベフ橋のたもとにございます、シックスパインズサンドイッチーズの方でね、 6.19 今年開催というアナウンスをずっとしてたんですけども、これがまあそのかかる緊急事態宣言の延長、そしてやっぱね、箱のことを考えるとやっぱりその酒出せねえっていうんでね、ありますんでね、いろいろとこう問題が、っていうんで中止、延期になりました。6.19 は延期ということが、今週決定いたしまして、その旨主催の岡村さんの方とはね、本当にね、岡村さん、主催の岡村さんと本当に密にそのね、延期の決定に際しましても、もうこと細かにですね、いろんな問題点とか、そのそれぞれの演者出演予定になっておった演者の考え方であるとか、もちろんね、会場となります箱のシックスパインズの方ともね、いろいろすり合わせ等ですね、やっていただいて、密に情報はね、情報は密になってもいいんだから、やらせていただいて、でその結果主催の岡村さんの判断で、今回は延期という決定が今週になって、なされましたのでね、そのままね、よろしくお願いいたします。6.19 につきましてはね、
何しろそのいわゆる福岡大空襲ですね。うん、福岡大空襲が行われたのが今から何年前だ、1945年6月19日、というんでね、主催の岡村さんにね、シンガーソングライターの岡村ボタンさんですねにおかれましてはね、この 6.19 というイベントを、今年で14年ですね、毎年6月19日に行ってこられたんですね。でそれが今回、このかかる新型コロナ感染症というものに対する、ね、いろいろな要請であったり、ね、鑑みた結果イベントの性質というものも見えましてですね、俺自身にとってもやっぱりそのイベントの性質上という部分は加味して考えざるを得ないだろうっていう、判断が個人的にありながら、可能であればやりたいと俺自身は言いながら、で延期ということに今回なりました。どうも楽しみに、もしねその6月19日の予定にね、メモをしていただいてた方がこれを聞く中にあれば、申し訳ございません。延期ということに、なりました。ねえ、延期になっていつやるのかというようなことに関してはですね、やっぱその延期になった理由のことを鑑みるとですよ、やっぱね、その演者が箱が、やっぱ胸を張って美味しいお酒を飲んでね、美味しいものを食べて、そして美味しい演奏をするというようなことが胸を張ってできる状態、というところを探してという感じだと、想像しておりますというかね、そういう話がありましてね、どうしてもね、そうですね、仕方がないと個人的に思います。それは俺自身はさ、ライブやってるからさ、緊急事態宣言中もね、それはやんないと生きていけないからやってるだけなんですけど、はたまたねえ、いろいろあるですよ、そこは。なんでね、なんかこう誤解があるとあれですけどね、でまあその誤解をねされても、俺自身はですよ、ケイ熊川自身はもう誤解されてもしょうがないと思ってる部分もありますよ。それは引き受けていくというか、かかってこいと思って、つともさんになんでね、苦情はつともさんに、ありながら、思うところあってやっているのでね、で、はたまたその誤解がうんぬんっていうのはさ、だからっつってそのなんだろうね、ロックンロールやってんだからね、その人の言うことを聞かずにむちゃくちゃやりたくてライブ活動をやってるわけでは決してないので、ただその部分ってさ、そういうわけじゃないんです、俺にはこうこう事情があってって言ったって多分平行線だからね。だからこっそりやれる規模だから今俺は、そういうふうにやってます。なめんなと思いますよ、俺をじゃないよ、命をなめるな。あざす、すいません。6.19 は延期、直近のライブとなると来週末ですかね、6月13日の日曜日ですね。こちらは、北九州市、八幡のデルソルで開催されます、シンガーソングライターの高橋プランクトン主催、
徘徊者たちですかね、これが6月13日の日曜日に、八幡デルソルで開催されます。全然徘徊者たちって全然違う。6月13日日曜日、八幡デルソルにて徘徊のすすめでございますね。徘徊のすすめ、6月13日日曜日、会場が15時30分、開演が16時になっております。チャージはなくて投げ銭になっておりますね。出演がですね、この日は、高橋プランクトン、それからドッグフード海太郎、池内、ふもとさんですかね、それから久保モリソン、でケイ熊川で平川拓也、たくさんですね。いや、ご無沙汰しております。俺の知っているたくさんであれば、ご無沙汰しております。ケイクマガでございます。絶対このラジオ聞いてねえと思うけど、というメンツで、来週末6月13日日曜日、八幡デルソルにて徘徊のすすめ催されます。お時間と心ご、合います方、よろしくお願いいたします。ケイクマガはビシッとやらせていただきます。その後はね、今決定しているのを直近だと、その後7月ですね、こちらは7月の10日土曜日、山口県萩市、玉ねぎ畑で催されます、イサリビルロックンロール大量節というタイトルのライブイベントに出演いたします。どうもすみません、これ俺が勝手につけたんです、このタイトル。いやーね、主催間に入ってね、もちろんその玉ねぎ畑さんと、それからねドギーですね、ドギーがブッキングをやってくれてって言うんで、やりましょうって言うんでやるんですけど、ドギーからはタイトルイサリビでいいですかって一回ね来たんです、メッセージが。イサリビね、イサリビっていうのは俺の自作曲のタイトルなんですけど、その曲を作ったのはこの玉ねぎ畑から見える日本海を見て作ったんですよ、あの曲。なので、なるほどなと思いながら、気分的にねお祭りにしたいと思って、イサリビロクンロール大量節でもいいかいって送ったら一緒に伏されましたよ、ドギーから。で勝手にこれに行きます、しました。イサリビロクンロール大量節、7月10日土曜日、萩玉ねぎ畑にて、会場が18時30分、開演19時ですね。チャージの方、入場料が1000円、プラスワンドリンク500円をよろしくお願いいたします。こちら出演が、北九州オリオから綾子ですね。それからひょうひょう、で、ケイ熊川、で、赤パン地蔵、フロムにわかですね。にわかさん、そう、そもそもですよ。長く玉ねぎ畑にご無沙汰しておって、本当にね、不義理が続いてと思いながら、っていうか、早くあそこに遊び来てと俺は思いながらね、何年も経っちゃって、ファック。でね、そうそのね、玉ねぎ畑でね行われている玉フェスってね、夏のお祭り事がございましてね、そう、俺そこで知り合ったこのにわかというバンドがすごく好きで、素晴らしいバンドがいるんですよ、にわかっていう、でね、そこで、やってらっしゃるこの赤パン地蔵っていうのは、そのね、にわかで
ギターボーカルやってらっしゃる米さんっていう方の弾き語りだと、伺ってるんですけど、そうすごくよくてね、かっこいいんですよ本当に、うん、で一緒にやりたいってずっと言っていて、でいろいろありながらなかなかね叶わず、でバンドの方もねなんかこういろいろあるみたいな、うん、話がありながら、そうでね、そこの米さんと今回やっと、再会させていただくっていうんでね、すごくありがたいし、胸を借りてそう楽しみたいとすごく楽しみにしているんです、うん、そしてすごく楽しみにしている続きで言えば出演続いて、村木ボンジですね。ボンジさんも久しぶりなんですよね。彼が独身の頃しか俺は知らないんですねいやーもうケチョンケチョンにしてやろうと思ってますけど、よろしくお願いします、っていう楽しみなイベントがね7月に、イサリビルロックノール大量節、うん、萩玉ねぎ畑にて7月10日にやりますんで、こちらもぜひぜひ、これはねちょっと日付合わせてみんな夏なんでね、うーん遊びましょう、よろしくお願い、遊びましょうって言っちゃいけないのかな今、知るかよ、どうせ一人二人ですから、友達そういうことにね興味があるお友達は何人かしかいませんから大丈夫です、大丈夫です、密はないです、よろしくお願いいたします。中間ですね、ついでに今後の動き方、このラジオもね何やればいいんだろうと思いながらですよ。ちょっと俺やりたいことちょっとね一個だけあるんですよ、うん、まだ何の準備もしてないんで今日は何もないですよ、何もないんですけどね、カバーやりたいっすよね。そうカバー曲っすよ。あのさ、なんだろう、先だって先月かな先々月かなぐらいにね、あれは確か八幡デルソルですね、デルソルのプランクトン主催のライブですよ確か、うん、あれに出た時にね、俺シオンさんのカバーをやったんですよ。それやりたかったからやったんですけど、でその日演奏でねアンコールを確かいただいて、でアンコールの準備もしてなかったんですけど、そのシオンさんのカバーをするのに珍しくその歌詞カードっていうか、その歌詞をいろいろメモにしてねファイリングしているものを持って行ってたんで、せっかくだから俺カバーやりてえと思って、でその時アンコールでもカバーをやろうとしたんですけど、それを阻止されましてねいやわかるんですよ、あのね、そのいやありがたいことだとは理解はして いますよ、ね、ちゃんと自分俺ケイクマガワの曲をやらせていただくためのライブですからね、なんでちゃんと自分の歌歌えっていうのはありがたいのはもちろんわかりますし、まあ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 、まあ、ありがとうございます、と思いながらね、カバー良くないですか、でもカバーやりたいなと思って、カバー曲って誰がやってもいいわけじゃないと思っているんで、カバーを、ね、何でしょうね、最大限偉そうに言うんであればね、俺がカバーやったら普通にカバーになるわけないだろうと思ってるんで、すいません、カバー曲はさ楽しいですよ、やっぱりそのチョイスなんだろうね、そうなんでね、ライブはライブで、もちろん今ねほらライブの本数自体みんなが減ってますからね、うん、その時にその人の歌聞きたい、当たり前ですねこれね、どうもすいません、うん、そうそこを鑑みてですよ、うん、じゃあラジオでやればいいじゃんと思って、うん、なんでねラジオでもまあ毎週はやんないと思うんですけど、めんどくせえから、カバーね、YouTube で今このラジオやってますから、 YouTube って著作権的にねカバー曲 OK らしいんで、ね、YouTube が間に入るんでしょ、う
うん、Google が。あざす。OK、Google。なんで、ねえ、カバーズと銘打ったコーナーを設けて、ちょっとね、ここのラジオの中でカバー曲を歌ったものを取って出ししたりみたいなことをしたいなと、いうぐらいのアイデアがあるレベルです。あざす、ビッグマガワです。そうそうそう、今週はこんな感じでございます。あ、質問があったんだよ、俺。あのね、来てましたよ。ちょっと待ってくださいよ。今回質問が確かに2件かな。うん、多分。ちょっと待って調べます。これか。はい、今回2件。ケイ熊川、そうそうそう、このラジオ、ケイ熊川イズラジオではですね、皆様からのケイ熊川に対するお便り、ご感想、ご質問、人生相談、全問答募集しております。今ね、その採用いただいた方にお送りするためのこの番組のデザインの缶バッジを今発注をね、今週しまして、多分来週ぐらいには届くと思いますんで、皆様、犬にでも噛まれたと思って、よろしくお願いいたします。質問がいただきました。ルーズシロカーズさんから、質問いただきました。あざます。毎週楽しいトークをありがとうございます。こちらこそありがとうございます。質問です。得意料理を教えてください。カッコカレーを除く。おお、カレーダメですか。カレーカレーカレー、カレーね、俺バターチキンカレーを覚えてちょっと前に、そっからね、好きさえあれば、鶏肉が安い日があれば、大体唐揚げにするか煮物にするか、それでバターチキンカレーを作るかっていう、大体3択ぐらいになってるんですけど、バターチキンカレーを美味しく作れる男になりました。ケイ君、おはようございます。あれ美味しいね、本当にね。玉ねぎをクソほど入れるんですよ。でもダメだって、カレーを除くって書いて。得意料理、ね、昨日豚汁を作りました。豚汁なんて誰が作っても美味しい。いや、まあカレーもそうかね、誰が作っても美味しいに決まってんじゃんって言うかもしんないけど、いや、それはね、俺の作った豚汁を食べて言ってほしいですよね。いやいやいや、ちなみにですね、ニンニクは丸のまま入れますね。皮は剥きますけどね、切らずにニンニクを入れますね、ゴロッと。いや、豚汁いいっすよ。そうですね。はい、続きがあって、あとオムライスは上手に作れますかっていう。オムライスはね、家族が好きなんですよ。なのでたびたび作るんですけど、あのね、家で作る時には上のさ、ほら卵で閉じるじゃないですか。あれをね、そのほら、ここ十数年の流行りで、ほらなんかふわふわにのオムレツみたいにしてさ、中が半生のね、オムレツみたいなのをオムライスの上に、あ、違う、オムライス合ってるよな、そうそうそう、チキンライスの上にさ、そのオムレツみたいなの乗せて、でお皿の上でこう、そこをねパッと裂くと、ふわとろの卵がプワーッとこう広がってっていうやつあるじゃないですか。あれあんまり子供が食べないんですよ。なんでね、ちゃんと焼いた、ね、しっかり火の通った卵で、昔ながらのあのあれですよ、
昔の洋食屋さんのようなオムライス、あっちは上手に作れます。あざすケイクマンでございます。いや、ルースチティロッカーさんは毎週ご質問いただいて本当にありがたいんですけど、この調子で毎週質問をください。すいません、誰も来んないんで、よろしくお願いしますよ。あざす。もう一個質問があったんだけどね、もう一個の質問はね、この間オリオのブラックホールにライブ行った時にね、でミュージシャンの山田つとむさん家に泊まったんですよ。でその時にね、泊まった時にね、つとむさんから手渡しで手書きの質問をいただきまして、これ最初ラブレターかなと思った思ったんですけど違いましたね。そう、その質問がね、俺大事にお守りのように折りたたんで今財布の中に入れてるんで、ちょっと財布取ってきますね。すいません、少々お待ちください。すいません、お待たせしました。ケイクマガでございます。はい、では、次の質問はですね、折尾市なのか、あれは違うな、八幡、なんだ、北九州市折尾在住の、ミュージシャン山田つもさんから、いただきました。ありがとうございます。ね、福岡市の歌うたいの IQ は高そうに見えて、北九州市の歌うたいの IQ は低そうに見えるのか問題。これ質問をいただいた時にその場で読んで笑ってもうたんですけど、いや基本的にそんなことはないと思ってるんですよ。もちろん福岡市のミュージシャンは頭が良さそう、インテリぶって見えてで北九州市のミュージシャンはアホに見えるとという失礼なことを言っているのは山田つとむでございます。皆さん苦情の方は山田つとむに。その時も少し話したんですけど、言ってることの意味はわかるんですよ。福岡市のミュージシャンって、って主語を大きくして言うと怒られるんだよね。俺が知る限り、周りのこういうね、ソロでやってるソリストのミュージシャンをたくさん見てきましたけどもね、10年やってる間に。確かにね、ちょっとこう、インテリブルっていうかさ、ありますよね。どうすか？ないですか？なんかありますよね。インテリぶってんですよ、多分。情報処理っていう言葉を俺使うんですけど、それが音楽にせよ、サブカルチャーにせよ、アートにせよね。そう、情報処理でガーッとこう、なんかこう、ね。っていうのを、やりがちですよね、福岡のミュージシャン。パッションはあるんですけどね。だからパッションがなけりゃ、ねえ。で、またあんまりこういうところでね、こういう名称を出すと、もうね、ネットで揉めんのは、ほんと、死ぬかボケーと思いますからね。俺を一回どっかで見て、あ、こんなもんかって思った人が多分たくさんいるんだろうなと思いますけどね。まあ、しょうがないです。知るかと思いますけど。なんでしょうね。でも、どっちも頭悪いんじゃないですかね。
そう、その時に俺つそむさんにね、この質問をいただいたつそむさんに俺答えたのは、それは北九州市のミュージシャンが IQ が低そうなんじゃなくて、ブラックホールがブラックホールがねえ、そうなんだからどうもすいません、いや俺もブラックホールの人間だと思ってますよ、自分のことをね。そう、そういう意味で言ってますけど、そう俺たちが悪いんですよ、だからいやすいません、どうもすいません。これだからさ、つそむさんの性格が悪いんだよ、これだって誰も幸せになれない質問なんだもん。なんてさ、なんて答えたらいいの、そんなことないっすよって言えば、そんなことないっすよ、ファーク、いや山田勉さん、ご質問ありがとうございます、次からめんどくさいんでメールでくださいいや、引き続き楽しいケイクマガワイズラディオでは皆様からの、忌憚のないご質問、人生相談、受けたまっております。採用された方の中で、希望の方いらっしゃいましたらですね、番組特製のデザインのケイクマガワイズラディオデザインの缶バッジをお送りいたしますので、よろしくお願いいたします。今週は、なんとかなんとかこの辺りでございます。良い、皆様良い週末を、お送りください。世界を共に続ける因果交流伝統の一つの青い照明です。なんで今後ね、気をつけたいとは思いながらね、濃縮ってできないから、単純に短くなるだけになっちゃうと思うんだけど、短い方が、いや難しいとこなんですよね。広がりを得ようとしたら短くした方がいいんですよ、きっと。ね、レペゼン地球、レペゼンフォックスの DJ 社長がね、あの騒動の後の動画とか俺見てるんですけど、 TikTok であるって言ってましたね。俺も TikTok に映るべきなのかなとか広がりは得たい、難しいところがございますかね。だからまあね、これは YouTube の方、あそうだよ、 YouTube もさ、この6月からね、なんか規約の改正のメールが来てたんですよ。で、規約が改正されてまだよく分かってないんだけど、実態がなんかね、俺のケイクマガワの YouTube チャンネルって広告申請してないんですよ。一切広告が入らない設定に今までしてたんですけど、どうもこの6月からねえ、そういうふうに広告の申請をしてなくても勝手に広告が入るようなことになりうるらしいみたいな、ネット記事を読んで、ちょっとうわ嫌だなと思ってるんですけど、こうね、こういうその収益化を図っていないアーティストが自由に何かを発信できる場としてのね、インフラはあって方がいいんじゃないのかなと思いながらね、そういう風に商売でやっていくんでしょうから、考えますよね。どうしましょう。TikTok、 いや踊れんねそれは。いやすいません、あざす。そう、きらびやかな実装